んだ。はい、お願いします。どうですか。かっこいいです。かっこいいでしょ。アナタシアね、おすすめだからね。アナタシアの YouTube 見て。アナタシアでは誰が一番好きですか。アナタシアみんなあ、あれが俺か千葉県だと思った大丈夫じゃないかな。俺だいぶ崩れたけど見えへんかった。ちょうどよかった。ああ、とんかつか。とんかつ半分と唐揚げ半分食べたい。ああ、それはいいっすね。え、そうしようや。まだと俺とどっちがメインですか。どっちがメインかな。じゃあ俺唐揚げでいいよ。あ、じゃあシェアしましょう。俺何食おうかな。シェアロックしよう。シェアロック。シェアロック。うわ、唐揚げうまそうやん。めちゃめちゃ。え、マリン俺も食べたい。何ですか。豚汁唐揚げ。あ、ここにあるんでまだ全然あります。これそれ俺が一回全部舐めます。じゃあこれで変態だ。あの人変態や。これ何。俺にもいっぱい入れてください。はい、俺にも入れてください。みんな給食のおばちゃんはここにいるからね。入れてくれるから。ありがとう、ありがとう。やべえ、結局唐揚げ弁当にしたらバレてるやっぱ唐揚げだよな。いや、皆さん俺も唐揚げ食う予定です。いや、これがうまいんよ。いや、そうそう、それもそう。俺唐揚げが食べたいんじゃなくてこれが食べたいんよ。本当に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 。豚汁食った。豚汁が一番うまいかもしれん。これ全部振りたいもん。さあ、ピクニックしましょう。いただきまーす。跳ねる。カメラ回ってる。まあ僕はこのブルーシートでピクニック感覚で食べたんですけど、まあ、ランクがあって、まあ、低くなればなるほど、まあ、ああいう風に地面に直接食べる感じになるんで。日焼けするわまありょうさんももうちょっとね、ランク上になればね、ブルーシートそうね、あとちょいなんよね。もうちょっとなんですよね。あとちょいで入れるあとちょいでこっちゾーンなんですけどもうちょっと頑張ります。頑張りましょう。すいませんなくなるもんやね。さて、昼休憩でございます。朝8時に入ってるな。でそこから4時間経って、まあ、ライブテイクも取れてきたんですが、まだまだちょっと作業は長いので、体力を切らさずに頑張っていきたいと思いますね。私は若いからもう全然ずっと立ってで大丈夫かな。マサト大丈夫、はい、大丈夫大丈夫って。じゃあマサトは今から休憩なしで座りもなしでいきます。終わりまで頑張ります。頑張るんや。でもあそこに今日も特茶がうまい。どうしなんかっこいい。白浜はもうずっとかっこいいよ。かっこいい。困っちゃう。困っちゃう。カラスもかっこいいよ。カラスかっこいい。うん、でも、うん、ユーマが一番かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ユーマくんがかっこいい。ありがとうね、気使ってもらって。ユーマが一番かっこいい。ありがとうね。ユーマが一番かっこいいの。当たり前じゃないですか。聞かなくても分かる。いや、りょうくんに当たり前じゃんって言おうとしてる。さっき影で鼻で、マジりょうさん間違えますねって言ってた。確かに、確かに。マジウケるんですけど。確かに。だから今さんに言うの嫌だったんですよ。始まるよ。そろそろ怒られるようだな。今なんとここは SLH さんの MV の現場に来ております。なんと今回は、SLH となんとアナタシアさんが2つのチームがまさかの奇跡のコラボということで、密着取材をしていきたいと思います。ではちょっとあちらに行きましょうか。パクジョンナムさんですね。とても緊張しているそうです。今日は朝から便秘でちょっと調子が悪いですけど頑張りますとのことですね。さらへよ。じゃあちょっと次行きましょうか。今。始まります。ちょっと見ていただきましょうか。白浜とマリーです。かっこいい。何あれ、なんかこんなんしてた。かっこいい。こんなんしてた。あんまりこのシーンされたくない。あんなんじゃないですね。あ、そうなの。いやいや、いつも通りです。猫かぶってるやつだからファンの名前リオニア。何なんですかリオニア。それ僕じゃなくてファンのことできてますよね。どういうことリオニア。リオンのことをしてる人のファンの名称はリオニア。あ、そうなんだ。リオンが猫かぶってるから。そもそも「う」はなかったんですよ。しかも考えたのはねるくんなんですよ。じゃあ違う、俺とリリリで考えてます。自分でいじり始めちゃう。なんかでも納得だわ。じゃあやっぱ自分で言い出してたら結構痛いやつだ。納得してくれ。納得したわ。姉ね。そうっす。そういうことね。リオニアって考えて、でも今は「ん」がついてリオニア。ああ、いいや。私の中ではリオニア。リオニア。リオニア可愛いよね。リオニア可愛い。言い方がやばいです。リオニア。戦隊ものになってるよ。挑戦者みたいな。あ、それぞれあるの。ハネルは？ハネラ。ハネラ。こんな変わんないですよね。変わんないね。ニャーから。6個自分でつけたんですよね。多分。あ、そうなの。ハネラ。あれはハネラ元から。マサとマサラ。マサラじゃない。僕はロートです。あ、ロート。ドイツ語で赤っていう。あ、そうなんだ。じゃあ絶対に色変えらんないですね。まあそうだよ、絶対色変え。どうですか？もう4時です。なんだかんだみんな5時とかに起きて、そうですね。もう今12時間経とうかと。はい。まあいいテンションになってきてますね。そうですね。どうですか撮影は？でもやっぱここ来た時からすげえ緊張感が僕の中ではあるんですけど、 PV とかなんか MV とかっていうのに MV たるものは初めてです。すげえ緊張してますね。初めていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。初めてをいただきました。 VTR どうぞ。なんで VTR では VTR どうぞ。ああ、じゃあ V 出しよう。じゃあ、はい、じゃあまさとの方から。ありがとうございます。それでは VTR どうぞ。何の V よ。はい、今君、アメリカザリガニのアメリカってなんでアメリカっていうか教えてやってください。なんでアメリカザリガニってアメリカザリガニっていうか知ってる？なんですか？知ってる？アメリカ人が食ってるから。俺は知らない。さっき取ってる時に言われるってしかもめちゃめちゃ得意げな顔で言うんですよ。絶対しよう。俺結構ね、俺とはめる食い気味で何ですか知らない。ありがとうございます。はい、りょうちゃん。はい、どうでした？りょうです。撮影いい感じですよ。いい感じですか？はい、ありがとうございます。もっとください。なんか使えるようになんか足し屋良かったですよ。めちゃくちゃ。もっとちょうだい。もっといっぱいちょうだい。シラハンめちゃくちゃかっこよかった。なんか衣装似合ってんだと。何その笑って言ってんの？何か何その笑う。いやめちゃくちゃなんかいいな。ふわっとしてパンツ作ってでなんかキュッとしていいなってよかったです。あと髪もよかった。白羽のねすごい今ね。あと笑顔もめちゃくちゃめっちゃ寄ってんでしょ。寄ってる。いいよ。ちょっと近くないですか？まさとです。近い。まさとです。はい、まさとです。まさとですは特にいいです。なんでですか？なんもない。しかもこれ今どこ映ってるんですか？今ちゃんとこう映ってるよ。鼻の先っぽだけとかじゃないですか？大丈夫ですか？マサトレースはもう大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございましたです。20歳以上は好きでもいいですよ。マリンはなんかいっぱいもらったな。いいっすよ。マリンはなんかいっぱいちょうだい。何でもあげますよ。何欲しいですか？コメントでも名誉でも地位でもお金でも。ボンボン。踊ってみたの地位とかあげましょうか。面白い。題名で面白い。あれ言うようになったな、マリンも。いやもう皆さんのおかげで。いやマリン言うようになったな。まさかね。叶わないもん俺らは。いやそんな。今もうダメですよ。先生たち足元にも及ばない。今やっとすねにこう必死に食らいついてやったなんで。いや本当にもうこうやって一緒のステージに立てるのがすごい。ありがとうございます。バカにしてるわ。跳ねるどう思う？いややっぱね、人数が人数なんでね、合わせるのも結構しんどいですけど、まあでも全然みんな伸びしろもあるし、まあ俺は全然どこまでもいけると思ってるんで、まあこのメンバーでこのまま、まあどこまでも行って、まあお金欲しいなって。ありがとうございます。今新曲のタイトルを考えてたんですよ。新曲なんやろうね。一個いいのをね、メイクさんがスーパーブリーチームからプレゼンしました。翔ちゃん何？ニキビフォーエバー。かニキビインフィニティ、ニキビを永遠にか、無限のニキビ。はい、逆か。ズーンカッカズーンド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 ン、ズーンカッカズーンドンドンダーンド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 ン。ラッサビー今からやって最後半円になって一つ目の組が終わるまでいきます。はい。